怪獣以前に倒したはずじゃん。行くわよ。にも映ってませんでした。ステルス機能から迷彩機能まで。迷彩機能？機体に特殊コーティングがしてあって景色によって変化できるんだ。型は旧式でも性能は最新だね。そんなもの一体誰が？君たちが見たのはブラックバスターの専用機ガッツシャドウだ。ゴンド参謀。参謀、ブラックバスターとは私がテスト的に結成した刑務局直属の特殊部隊だ。なぜそんな TPC にはスーパーガッツがいるじゃないですか。君たちは有名になりすぎた。ブラックバスターは機密保持を必要とする事件を担当する。入れ。紹介しよう。不動健二です。不動？不動って確かアスカとスーパーガッツ入隊を争った。ああ、あなたは不動君の弟です。これを。まい。はい。自分はこの1年ある事件を追ってきました。その事件と今回の怪獣騒ぎが関係あると。はい。事件の元凶は皆さんもご存知のこの男です。こいつは確か遺伝子工学を研究していた大友博士の助手の山崎。彼がクローン怪獣を復活させたと。はい。彼は大友博士が殺された復讐を企んでいます。復讐って、あれは怒りに駆られた人間に常識は通用しませんよ。ここはブラックバスターとスーパーガッツ力を合わせて山崎を阻止してもらいたい。あじゃあ君が不動の弟とはね。あいつは元気か？兄貴は死んだよ。え？新型機の実験中機体が空中分解を起こして。そんな。兄貴はスーパーガッツに入るのが夢だった。あんたのこともよく聞かされたよ。だから会ってみたかった。でも期待外れだったな。なぜあの時撃たなかった？仲間を見殺しにできるわけないだろう。あんたたちの任務は怪獣を倒すことじゃないのか？それともダイナが来るとでも思ったのか？スーパーガッツはダイナに頼りすぎだ。俺たちだってダイナに頼ってるわけじゃない。ただ全力を尽くしてどうしようもないとき、最後の希望がダイナという光を呼ぶんじゃないのか？希望？そんなの甘いぜ。どうしたんです？遺伝子工学研究所のセクション D、 危険遺伝子保管室のロックが解除されました。あそこにはエボリュー細胞が保管されてる。エボリューは確か生物の活動を飛躍的に促進させる宇宙細胞じゃ。ええ、それを使用すると人間はモンスター化してしまうんです。そうか、怪獣はスーパーガッツを引きつける罠だったんだ。おい、バスター、よし、念のために他の施設もチェックしろ。ラジャー。しかし研究所の警備体制は万全なはずだが、
道参謀、あれだ。銃を捨てろ。撃たないでくれ。捨てろ。ケースを置け。アスカ、撃つんだ。なぜあの時撃たなかった。俺たちの任務は奴を捕まえることだ。おっ、てめえ何すんだよ。なぜ兄貴がお前みたいにふぬけに負けたんだ。やろう。兄貴は俺の目標だった。なのに夢だったスーパーガッツに入れず、あんな事故で死んじまって、兄貴の実践で一体何だったんだ。どうした、なぜ殴り返さない。あいつはもういない。何たる失態だ。申し訳ありません。あれは、あの後山崎は宇宙へ逃亡した。隊長、正体不明の通信が入っています。切り替えろ。はい。地球の諸君、素敵なお知らせだ。これから人類は怪獣に怯える必要もない、光の巨人にこびる必要もない、最強の肉体を手に入れ、スーパーガッツよ、私の声が聞こえるかね。山崎、これを見たまえ。このロケットには怪獣の遺伝子を組み込んだエボリュー細胞が積まれている。これを地球にばらまけば、人類は新しい神の姿に生まれ変わるのだ。くっそ、そんなものばらまかれたら。マイ、電波の発信源は。火星と木星の間に小惑星帯、アステロイドベルトです。ロックランドか。考えたな。何です、ロックランドって。宇宙防衛施設があった小惑星の一つだ。木星のガニメデ基地が完成したため閉鎖されていた。厄介ですね。下手に近づいても迎撃されるだけです。自分が行きます。ガッツシャドウの性能なら気づかれずに近寄れるはずです。俺も行きます。奴を逃したのは俺の責任ですから。いいだろう。だが失敗は許されんぞ。ネオマキシマ始動。あんた山崎をどう思う。え、やつだって最初は自分の研究を人類に役立てようと思っていたはずだ。それが大友博士という目標を失い、憎しみが人を変えたんだ。俺の目標は兄貴だった。兄貴が死んでからはアスカ、あんたやスーパーガッツを見返すために俺は頑張ってきた。俺ももう一度フドと一緒に戦いたかったな。笑わせるな。あんたはついてただけだ。あの時もし俺が先に撃墜されていたら。
この光は本当に俺が手にするべきものだったのか。あれだ、迷彩機能オン。左15度に秘密のカタパルトがあるはずだ。 OK。 小惑星の中にこんな施設が。おそらく山崎はあそこだ。ここからは強行突破だ。来たかネズミが。待て、ここから先は何が起こるか分かんねえぞ。アスカ、ビビるなよ。何？俺の実力見してやる。実力で勝負するってわけか。これは俺のお守りみたいなもんだ。お前に預けておくぜ。よし、行くぞ。足手まといになったら置いてくぜ。やってくれるぜ。山崎、遅かったな。もうロケットの発射は私にも止めることはできない。止めてみせるぜ。ロケット発射4分前。どうかな。そいつを捨ててもらおうか。ケンジ、俺に構うな。スフィア合成獣に怪獣、そして光の巨人、人類はこいつらにただ怯えるだけの存在だった。私はそれが我慢できない。大友博士の意志を継いだこの私が新しい人類の創造主となるのだ。たくたくたく並べやがって。人を見下したいだけじゃねえか。黙れ。貴様らのせいで大友博士は死んだ。あれは事故だ。ロケットの発射3分前。貴様に、貴様に私の気持ちがわかるか。俺にはわかるぜ。大切にしていたものを失って絶望する気持ちが。ほう、君にはわかるのか。なら私の仲間にならないか。ケンジ。
ロケット発射2分前。みっともねえよ。なんだと？他人を逆恨みして当たり散らして、それで絶望の淵から這い上がったつもりかよ。貴様から殺す。逃げろケンジ。久しぶりです、アスカ隊員。傷の具合は随分良くなりました。あの時、自分がどうやって助かったのか全く覚えていませんが、アスカ隊員の手が触れた時、確かに光が見えた気がしました。いろいろ考えた末、スーパーガッツを目指して訓練学校ゼロに戻ることにしました。希望を信じ、自分の夢を実現するために。
来いよ。待ってるぜ。女とはいえノリコのピンチには男中島黙っちゃいないぜ。ジャギラの木に花が咲くとき何かが起こる。次回ウルトラマンダイナジャギラの木、お楽しみに。